はい、同じ顔。こんな感じか。ピントが合いません。じゃんくんぽんちゃん。なんかいつも塊になってるね。ポンちゃんのお誕生日、発注したものが今になってやっと届きました。この爪研ぎですね。これこが、の中身が重要なんです。これがこの、キャットハウスの中にぴったり収まるサイズだったので、これを注文しました。これはお気に入りだなんね、やつでもあるので。はい、ということでこれをもう抜いちゃっていい？そう、これ古いやつなので。買えなかったんです。なかなか売ってるところがなくて、ネットで注文しました。そしたらちょっと時間がかかってしまいました。これあれ、あれね、あれ、にゃんこの好きなあれ、よいしょ。これがね、ちょうどこれだと入らないんだ。あ、入るか。ちょっと入れてみていい？いないか。ちょっと無理だね。嫌な、外して入れる感じ。そうだね。ちょっとこれだとふかふかしちゃうんだけど、他のやつは結構大きいやつは大きくて、これには入らなかったんですよね。まあ、ちょうどいいんじゃないでしょうか。これで、じゃんくんぽんちゃん入ってくれると思います。まあ、入ってるけどね。はい、では、せーの。はい、じゃんくん。今おやつをもらったとこなので、少し眠くなっています。そこで赤いところ。せーの。はい、ポンちゃんもおやつちょっとしか食べませんでしたが、眠くなっています。おやすみ。はい、最近毎日恒例になってますね、このジャン君サンドイッチ。足の間に入りますね。じゃんくん、抱っこもやってみようか、そろそろね。じゃんくん、抱っこの取り組み。たまに、不意をついたらできるんですけどね。そして、いやーん、いやーんっていうふうに言うけども、バタバタはしないよね、最近ね。ちょっと、抱っこ最終段階に入ってみようかな。これはどう？この状態はどう？はい。そうね。そんな感じね。
面白いですか、ジャンさん。おしまいかーい、うん、さっきいっぱい投げたのね。にゃんにゃん、あ、ポンちゃんだ。はい、ポンちゃん、はい、ポンちゃんもおいで。ポンちゃん、おいでおいで、ポンちゃん。新しい爪研ぎ使いました。ジャン君前を横切りました。